マイク入ってっかな？ OK。あれ？マイク入ってないか。入ってんな。OK。こんばんは。ことさん、こんばんは。早速 いらしていただき、ありがたいでございます。早いな、来てくれんの。ツイッターが開かない。よし。ことさん、こんばんは。さて。モンスターと入ってるね。OK。したら、ライバルの時は絶対行くで。ありがとう。なんでそういうちょいちょい嬉しいこと言ってくれるのかな。どうもありがとう。したらば、まず適正だよね。適正。なんだろう。ギミックダメージあるでしょ？全敵弱点なしの、ノーコンテはもちろん、ハートなしステージで、超究極で、全敵な、やっぱりコラボキャラじゃなきゃダメかな。カブキャラ結局出なかったんだよね。あいちくん、こんばんは。レイ、アンチテーゼ。あはー、なるほど。って、あはーって言ったけど、アンチテーゼは違くないか。温水一くんさん、こんばんは。まあ、まもなくですね。まもなく来て。ちょっとね、一回だけね、入ってみたいんだ、一人で。なんで、何でもいいから設定していこうかなっていうところでございます。ちょっと入ってみて、雰囲気見ていきたいんだよね。とりあえず、相手は闇か、光か、光か、闇か、闇か。闇だな。何が来るんだろう。何が来る。おお、来た来た来た。あ、いやいやいや、まだ、更新されてなかった。OK、じゃあ、スタートなんだけども、ちょっとね、あ、嘘、そういうこと？あ、なるほどね。ギミック違うやん。まず、究極クリアしないと。そうやね。じゃあ、究極やるか。究極は、ウィンドウと、リコルやん。あ、スタメン切れてた。今、リコル適正じゃん。やば。ありがとう。いや、ちょっとマルチでやるか、マルチで。マルチやる？ちょっと一回一人で行ってくるか。一回覗いてくるわ。行ってくるぜ。貫通です。マジかよ。その情報何？その情報。早くない？情報。しまった。ブロックねえじゃん。ブロックの中入っちゃった。まあ、ここはね、ここは簡単なわけだ。待って、まず一面だからさ。で、いちくんさんのその素晴らしいスピード感のある情報は一体どっから得られてくるの？へいへいへい。へいへいへい。これいいんじゃないか？いいんじゃないか、これね。ほら、ほら、すごいじゃん、リコル、すごいじゃん。ちょ、待って、超究極まで行かなきゃ。やばいやばい。内部弱点なんて関係なかったんや。あ、これ気持ちいいな、リコルがこんだけ使えると、ちょっと気持ちよすぎるんじゃないですかね、これはね。あら、ミエルさん。どうも、こんにちは。で、弱点が出ると。あ、なるほどね。内部弱点なわけ。ほう。弱点が出る。あーはーはー。これは、良いんではないでしょうか。これなんか次の面行ったら違う人に変わってるとかあるかな？違う人に変わってたりする？これ。変わってないか。さすがにそれはないか。
静寂の悪など滅びるがいいやりたいんだけど。究極簡単、まあいつも通りってやつか。あ、まあかっこいい、来た、にゃほー、近、ちょっと待って、場所が近いね。もっと頑張れ YouTube、 頑張れ YouTube、 スタミナがマックスね、そりゃそうや。 OKOK 来た、あ、アンチテーゼ撃ってるやん、アンチテーゼ撃ってるやん、アンチテーゼ撃ってるやん。はい、勝った。私にはオッケーオッケー、みんな究極に、超究極に参加できるようになったぞ、やったぜ。よし、じゃあ行くか、超究極。ようやく初めて撃ったね、撃ったよー、快感だねいい感じだった。まさかのね、こうこれいいとこがあってさ、このすごい巨大な爆発でフィニッシュができて、挙句あのリコルでね、こう締められるよね、誘発して。オッケー、こっちは、うわ、私ギャグだ。あー、使いたいキャラはいっぱいいる。言うてリコルも連れて行きたい。ちょっと一回覗いてくるわ。貫通がいいんだべ、貫通が、貫通がいいのか、貫通か、こうするといいのかな。そうするとレイちゃんが引っかかるのかしら、引っかからん。で待って、おお、ちょっとね、すぐ戻ってくるわ、すぐ戻らざるを得ないと思うけど戻ってくるわ。始まりそして終わり、なんか音がないと寂しいな。戦闘曲じゃない、やばい、昨日のまんまだった、昨日じゃない、一昨日のまんまだったね。カッチンいるじゃん、カッチンいるじゃん、反射が良かった。なるほど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 、ハートがないからあれを取って回復しろと。よし、こう、ちょっと待って、なんか余計なの出た、マジかよ。しかもなんかえげつないダメージ受けそうなさ、ダメージを待って、すごい強いダメージオールがあるねえ超怖いんだけど、強い、なんか強いダメージオールがあるね、うわはい、貫通倒さないと即死が来ます。あれ、あ、貫通やね、貫通制限倒さないと即死が来る。オッケー、分かったよ。これはもうみんなで行くしかねえ。ちょっと待って、ダメージオールで、誰がいいかな、誰が適正だ。ダメージオールでしょ、ゴンさんな気もするんだよね。あ、まさかお前がいきなり使えるか。レイじゃね、レイがいないんやって。聞いたけど出なかったんだってば。レイって貫通だった、レイって貫通なのかな、持ってないからこれ見に行くしかない。こっちじゃないよね、こっちだよね。あー、やっぱり反射か、反射で行かなきゃダメっぽいね。反射か、反射ね。俺フレンドにレイさんがいないのよ。あ、違う、反射か。竹見和地。あーね。あーね。あ、レイいた。レイ湧いてる。これでやってくかじゃん。待ってくれよ。竹見和地でしょ、じゃあ。ストライクもありか。オッケー、ストライク。
ゴンさん、ゴンさんもいいんじゃない、ゴンさんも。ゴンさんもいいでしょ。よしよし、これで、これでちょっと出かけてくるわ。俺、ちょっと出かけてくるよ。行ってきま。間違った。あ、めっちゃ BGM 消した。これを踏みながら。グラバー、あー、グラバーね。持ってないけどね。これはあれだ、貫通のやつを倒していかなきゃいけないんだね。いいんじゃない？いいんじゃない？はい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 。ちょっと、いちいち蘇生してくんじゃないよ。お、いいねいいねいいね、いいダメージだ、いいダメージだ。2体持ってるグラバー、いいなー。グラバーいいなー、かわいいもんなー。はい、やべ。これで縦貫しかできなくなった。ああ、できなくなった。はあ、はあ。よし、よし、よし。ちょ、気合い入れてね。気合い入れて。弱点ないから。弱点ないから、竹見立てて最終的にどうなんだろうって気分にはなってきた。もうちょっと長く。くそー。次、横盤でいいな。横盤で締めだ。はい。OK、OK。初めての第2ステージ。うわ、急になんかちょっと風貌が変わった感じがして。あ、ドクロがいちいち設置してあって、あいつを壊しちゃいけねえんだな。分かったよ。オッケー。これじゃあストライク下入ってくれそうだな。どこ言ってんのね。はい、オッケー。いい、ナイス、ナイスです、ナイスです。その方向ナイスです。オッケー。仕留めるね。さすが。バイタルキラーは違うぜ。オッケー。あ、手汗がね、フィーバーしてきた。あ、懐かしい。懐かしいよ。お前懐かしいな。あれ、こいつどこにカッチンが、あ、いた。あんなところに、あと3ターンしかねえ。レイさん、これ抜けていけます？お願いします。抜けていってください。ありがとう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 。違う、そいつやめろ。危ねえな。あ、やめてやめて、そういうことしないで。マジ気持ち悪いからさ、それ、その攻撃一番嫌だ。グロい。これやっぱあれか、逆側に入んなきゃダメか。あ、移動すんかい。うわ、邪魔くさ。よし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 。やったやったわ。くー、レイのいる場所すでに当たるやん。え、イチ君ボス戦？早いな。あの隙間入って回復しなきゃべ。あ、ちょっとマジで上にいたわ。蘇生されたの見てなかった。くそー。3本ゲージか。待ってみんな早ない。ちょっと待って、俺はあれだね、マルチをする前にみんなとこう攻略を競うっていう。ちょっと待って、誰か、あやなみないか。あやなみいないか。あやなみいねえ。いたよかった。よしよし、俺このまま行くわ。ちょ、これ強い。OKOK。これ紋章つけとくべきだったかな。あと2本、マジ早い。ちょ待って、早い。俺戻っちゃったからさ。待って、くそ。待って、みんな早くない？早いよ。ちょっとゆっくりしよう、ゆっくり。こんばんは。あー、ラブさん、こんばんは。
ほら。よし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 。みんなに続け、いけ。頑張れ俺。いや、これ一くん終わっちゃうんじゃねえか。一くんさん終わっちゃうんじゃねえかもう。よしよしよし、ナイスナイスナイス。あ、バカ野郎、踏んでなかったな。よしよしよし、オッケー。レイの回復 M 強いじゃん。ハート効果なしだから。あ、なるほどね、なるほどなるほどね。レイのハートが必要。オッケーオッケー、やって、オッケー。いいぞ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 。頼むぞ、みんな急げ。あと一歩、マジ。イチくんがやばい、早いぞ。やべやべやべ、イチくんが早い。予想以上っておかしいけど、イチくんが早すぎる。ちょっとレイス暴れないで暴れないで、あと一歩。タケミカズ頼むぞ、タケミカズ氏。ああバカ野郎バカ野郎。あーできた。入れ、よし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 、入った。よし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 、オーケーオーケー。その動きはあんまりいらない。よし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 、カッチンがあそこにいるのか。ちょっと綾波で潰しにかかんないかな。綾波頼むぞ。どんだけダメージが。いったーん。なんだ今のはよ。おっ、 OK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 。これダメオの貼り方的に、ネルフの、極秘ミッションはダメオなしクリアですね。マジか、初見クリア、マジかよ。早いな、早い早い、ちょっと早すぎるよ。もうちょっと落ち着こう。ここに来たあいつか。ダメオなし攻略もあれだよね、こう。よしよしよし、ナイスナイス。なんだその動きは。うん、あ、すごいナイスバリア。こいつ、あ、そう、あ、でも回復してくれる、ナイスだな。ちなみに貫通1本入れ、あ、貫通1本入れた方がいいかな、いいのかな。ちょっと待って待って、上に1人下に1人で両方とも倒さなきゃまずい。殴れ。痛い全員。うふ、よし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 、パンツが蘇生される、2体出る。おっ、あいつはストライクで処理すればいいから殴りに行きたい。よし、 OK、 いいね。貫通入れない方がよかった。あ、そうなんだ、弁財天強い、マジで。来たよボス来た、あった、初めてのボス、初めてのボス戦来たぞ。おお、かっこ、んかっこいいかな。ちょっと待ってくれよ。ダメージは出せてる、ダメージおる、はい。これどこが体、うこれ貫通になって激しくって、どうなんだ、使えるか。回復 M ええやん。おお、貫通したってことはワトソンとかいいんじゃないですか。 SS 回復系、ああなるほどね。うんうんうん、でも貫通入れない方が良いと。
よいよい。上のやつがラメを貼るのは別に、ラメを貼られるのは別に。あ、やっぱチェックしよう。動きが良くなった。動きが良くなった。動き良くなかったよ。あ、やべ、下に入ったらまずい。あー、やっちゃった、やっちゃった、やっちゃった。あー、うね、倒さなかった。よし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 。いい、いい、いい。怖い、怖い、怖い、怖い。やめて、急に動かないで。これはまずいな。あ、くそ、やっちゃった。オッケー。やっちゃったのはしょうがない。早めに抜けることを考えよう。ピカリンを一人防げる。オッケー。したら、竹見和地さんは、一本踏みながら殴ってもらって。よし、なんかクリティカル出た。よし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 。カチリンをうまく使う、ありだね。オッケー、最終ステージした。最終ステージ使うぞ。これは自身と属性が間違えた。貫通タイプになり、触れた仲間のパワーアップ、触れた仲間のパワーアップ、AT フィールドを付与。オッケーオッケーオッケー。したらば、じゃあこいつは後回しにして、雑魚処理。あ、何？あ、おい、マジそこにいたのかよ。やば。これでちょっと壊しちゃうけど、しょうがない。貫通なのか。オッケーオッケー。これでもカッチン倒さなきゃまずいね。カッチン倒してからでしょ。えい。んんんん、勝ったの。やめてやめて、フラグ立てんのやめて。ねえ、フラグ立てんのやめて。本当に怖いから、マジで。オッケー、オッケー。したら、とりあえずは地雷分殴っておいて回復したらいいな。回復した。 OK。 痛い。あ、これ当たってるな。やばーい。どの程度加速があるのか。2本踏む、 AT フィールド展開。倒したか。よっしゃー、イエーイ。倒した、やったよ、やった。ドキドキ。ふぅ、よし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 、勝ち申したよ。でも心臓がバクバクしてる。勝ったー。8分かかった。8分半かかった。ダメ話やる。いいよ、リコールでいくよ俺。まあリコールはダメだろうけど、はあ、まあでもなんか勝ったぞ。とりあえず待ってくれ。わーい。ありがとう。やったぜ。オッケー、じゃあとりあえずね、待って、ボックス整理してくる。ちゃんとあれしてくる。あーもう、このマリちゃんがいっぱい溜まるんだよね。よし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 。オッケー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 。いや、今回この前みたいな無様なあれにはならなかったな。ダメオなし攻略やる？ダメオなし攻略。超究極やろう、やろう。ダメオなし攻略する？どうする？どないしようって言うんや。ちょっと待ってね、今ね、カオルくんをね、カオルくんにするわ。俺も勝った。おめでとう。とりあえず今勝った人、ラロバシさんも勝ったのかな。モンストイチくんさんと、コトさん、おめでとうございます。他にもね、20何名か見てくださってますけども、もうする？あ、ダメオなし攻略？
そうね、じゃあ普通に遊ぶ。俺も勝った。あ、で待って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 、いちくんおめでとう、ことさんおめでとう、自分やってきます、ラロさんやってくる。なるほど。あ、ダメ女子攻略をやってくるってこと。ダメ女子攻略、じゃあ、あれだね、超究極のあの下のハテナミッションが公開されたりするか。ダメ女子攻略、サブアカで勝った、はいや。なんとか、なんかね、今日はね、いい感じ。あの、変な方向で打ってもさ、ちゃんと入ってくるって、入ってくれるって感じ。じゃあちょっとやるか。やろっか。じゃあ普通にダメージオールで、ダメージオール付きで、マルチしましょうか。ちょっと待ってくださいね。準備します。結局ガリバ強そう。あ、ガリバ強そう？とりあえず、タケミカズチはね、強かったと思うんだ。これ、ね、ちょっとゴンさんの SS 見たかったんだよな。ちょっと俺、ゴンさん連れてくわ、俺は。したらば、じゃあ、貼っていきたいと思います。ね、なんか一瞬20人ぐらいいたよね。びっくりするんだけどさ。ありがたいな。みんな勝つところ、しかも勝つところを結局見届けてくれた二十何名だからね。マジすごい嬉しかったんだけど。とりあえず、リリンは勝ちましたよ。おお、センキュー。これはなんていう、何で発動するんだっけ？自身と属性が異なるキャラが、属性が異なるキャラ？属性？一体以下。こいつ属性何？エヴァパイロット？ん？そういうこと？え？君の属性って何？エヴァパイロットってこと？やる人、超究極マルチですよ。ぜひお入りください。ああ、なるほどね。光属性が、異なる属性が一体か。あ、なるほど。光属性いっぱいでいけばなるんだ。いや、そうだ、種族だね。もう分かってるよ。ケアラスミスだぜ。おお、ふん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 。みんな勝ったのを見届けて去っていかないでよ。やろうよ。よし、じゃあ。順番変える？どう変える？これ違うか。今別で回ってる。ああ、そうなの？え、どういう風に変えたいの、ことさん。獣人か貝が3体いるのが怖い。しょうがないじゃん。これ順番どう変えるの？順番どういう風にしたい？フィニッシャーしたい？フィニッシャーしたいってことでいいのかな？それでいいと、これでいい？これでいい？で、当たった人羨ましいですね。え、ほんとだよ。俺、言動おじさんと冬月おじさんが欲しいんだけどさ。言動おじさんと冬月おじさん欲しいよ。よかった。開始30分で勝った。よかった。30分以内で勝てて。むっちゃむちゃきついむずさじゃなかったからよかったな。とりあえずこれでいく？ちょっと待つかな。
適当に10連したら当たったね。適当じゃなくて願いを込めて10連した俺は当たらなかったんだけどさ、おじさん来い、おじさん来い、おじさん来いって言ってたらさ、ねえマヤとさ、なんだっけあの人忘れちゃった、先輩だって、うん、名前が出てこないぐらいになっちゃう、リツコさんだリツコだ、リツコ、カオルシファーしか当たらなかった。逆にそれ当たっていいじゃん、俺出てない、星4しか出てないもん。ちょっとパーティー変えてくる、はい行ってらっしゃい。あやばい、ダメ同じクソきつい、マジきついんだ。カッチンを削除すればさいいのかな、だからカッチンを優先処理しながらやんなきゃいけないのかな。レイカズチになった。あ、やべ、画面消えた。オッケー。じゃあ、まあ、一回行くか、これで。おぉ、マツコの今日も、なんかやべえ人来た。よろしく。大丈夫？これでいける？頼むぜ。これ、カッチンめっちゃ処理してあげなきゃまずいね。他いないかな？やるよ。やるぞ。やると言ったらやる凄みがある。ポチ。コネクトスキル除外されたら、ラー回で崩壊するけど。なるほどね。ラー回強いんや。富岡やばくね、富岡でも行くんだよこれ富岡置いてくつもりかな、あれ動けなくなったんだけど、おこうすればいいんでしょ、こうすればいいんでしょ、ダメ？これじゃダメだっけ？頑張れ富岡。富岡お前狙ってるでしょ。富岡。富岡せっかくダメージオールを最小限にしてあげたというのに。うん、嵐だね。回線重んこいつ。退出すんなや。なんでたって、ちょっとふざけないで。怒ってる。怒るわな、そりゃね。まあ、嵐はしょうがない。では、もう一回ね、気を取り直して貼っていこうと思います。じゃあこれで行って他ちょっといいかな、一軍さんとかまだ回ってんのかな、自前パーティーで。お、今度ダメージオールできたよ、ちゃんと。てるて、まずこのゴモさんはでもコメント欄にはいないかな。すす、偉い子だ
じゃあとりあえずこれでいく？これでいこうか。じゃあスタート。あれか、無理なこう戦いをせずに早めに死んでおいたのかな。そういうことだろう。でもモースは何とも言えん。いやでももしかしたらね、ワンチャンあるかもしれないやん。ワンチャンな。わかんないけど。重いな。重いな。もしやね、もしや友情がね。よろしくお願いします。やべ、ちょっとうまくいかんかったわ。これダメージなしだとどう動くのが正しい正解なんだろう。おうおうおう。右上がやべえな。ナイスナイス。あっ、よし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 、オッケー、モンゲー。モゲモゲしてるの、ごめんって。いいや、いいやないの。いいぞいいぞ。そのカッチンは俺が排除する。かなあ。やっぱ俺 BGM つけの忘れてた。あー、これじゃもう横勘で2回プッてしちゃって。あー、ごめんごめん、マジ悪いマジ悪い。あ、まあ、次俺か、操作する。しまった、余計なあれを出してしまった。これで抜けていきましょう。 OK。 モンゲー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 。はい、オッケーオッケー、いいよ、勝手に処理です。ダメを置いてくもんな、ビットンが。ビットンブレーカーとか連れてくとどうなのかしらね。ビットンブレーカーがなんか刺さりそうな匂いもするよね。あ、あー、びっくりした。俺のキャラじゃねえ、やられた。あっ、おい、今のマジかよ。やってみる。なんとなくさ、そう、ビットンをさ潰したらなんとかなりそうじゃない？そんなことないかな。バカ野郎。まあまあいいか、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 まあいいか。微妙な配置だから横で入ってかなきゃダメなんだよね。そうなんだよ、そういうことなんだよ。いうことだろう。はお、あ、惜しい。あーっと、もしょ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 ってしないで。これあの間にガチンって入ったりできるのがね。オッケーオッケーオッケー、いいんじゃないですか、いいんじゃないですか、いいんじゃないですか。そんま、あそこ俺が入る、入れるか、俺。バカ野郎、ごめん。バカ野郎、申し訳ない。壊せる、マジ。
じゃあダメオなし攻略の時は必要かな、ビットンブレーカー。ごめんね負けた、すまん。友人4、5名の名前が完璧にさらされてしまったモンストやってる友達が全員さらされてしまったこれあれだな、アーカイブ消さなきゃな好きついてなかった。ハート強化がついてる。あと一人誰かやらない一緒にちょっと俺の負担を軽減したい、俺の負担を軽減したいんだ。もうそんなこと言っちゃダメでしょ。回復読むとカウンターキラーまでつくの強いな。とりあえずこれで一回行ってみる。ラロさんとかはモンスイチくんとかはもう行くからね、バイバイ。もうセットも抜けちゃったし、マツコの剛毛です。東山マツコさんこんばんは。ごめんね失敗しちゃって、さっき打つの入れたと思ったんだけど入れなかったわ。ルシファー強い、だって次ルシファーで行ってみよう。マジでルシファーって普通のルシファー、東山マツコさんこんばんは。マツコの剛毛さん、剛毛です。はい、こんばんは。おっと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 、バカ野郎さっきはすみません、富岡さんの時のこと多分あれでしょ、使える使えるってか、あれでしょしょうがないでしょ、あれは変える間もなく俺が出発した可能性もあるからね。問題なし。その次のはね、あの俺のせいだから気にしないで俺がね入れると思ったんだけど入れなかったんだ。あの角度いけたと思ったんだけどな、ダメだったよ。おー回復あったかいのー、これは。これはあれか、これがこれを叩いて戻った衝撃でもう一回叩きに行けというお手地か。あダメだ、ちくしょう。なんか来たよ、入りたい、あの隙間に入りたい。ザコとザコとの間でカンカンしたい。すごいできた何お前も使えんのかそれ。なんだとこのステージを抜ける感じでいくか。
回復を取るか、はたまた抜ける。あ、でも回復しながらいけそうだよね。待っておくれ、待っておくれよ。カッチンが2体に増えた。ごめんなさい、ええー、全然。カッチンが増えたからカッチンを倒すんだ。あ、いや倒さなくていいか。回復だ回復、イエーイ。うい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 、オッケー。これはね、多分落ち着けばね勝てるんだと思うんだよね。落ち着きがない俺にはあんまり向かないゲームだったけどさ。こいつだけピンポイントになるんでやめてくれるかな。これこうなんだよな多分な。あ、やべえ。あ、よかったよかった。いてててやべえ、綾波じゃないとめっちゃ食らうじゃん。こいつの攻撃セクハラだろ。まあね、一応セクハラだね。これ竹見カズチあれか、かわいそうな位置だね。入れないじゃん、薄くて。あの雑魚は即死がないから、カッチンは次俺がなんとかしな。おお、これ俺が行かないとダメだな。いけるか私。よし、まぐれだけどな。あー、やめて。なんで俺のキャラばっか触るの。お触り禁止だっつったろ。ちょっとごめん、回復がないと怖い。すまんすまん。ダメなし絶望的。マジかよ。これあと一巡放置すれば勝てるのでは。ハマってるしね。あ、そうだね、それがいいかも。あ、そう、カッチン処理助かる。カッチン処理プラスアルファダメージ食らいながらいけるけね。全力でやりに行くか。次の攻撃は何？いいてー。強いじゃん。こいつも強かったじゃん。くそー、強かったわ。えい。なんか出ろ、なんか出ろ。うん、違うよ。ちくしょう、出ないか。よし、じゃあ次行くか。めっちゃむずい。じゃあミッション違うのかな。どうだろうね。でもなんか、でもな、ほら、うろこ滝さんのことがあるからさ、ことがっていうか、うろこ滝さんの時の経験があるからね。あれもなかなかどうして、まずい技だ、まずい技っておかしいけどさ、きつかったような記憶はあるよね。あ、グラバー来た。よし、やりましょう、やりましょう。マルチだからね、ぜひね。うん、いらっしゃい。そのまま入っててよ、今回は。あれ、何回も勝っちゃった。
ちょ、ラロさんとイチ君一緒にやろうよ。運曲作るのに一生懸命なんないでさ。ラロさんはちょっとね、ミッション13にも入ってるのに全然来ないんだよな。そう、悲しみなんだよ。やろうよ。マツコさんは入ってていいよ。抜けるなよ。寂しくなるだろ。鱗だけはハート運ゲーだから。まあね。二人は寂しいじゃねえか。で、コトキさんもあれでしょ、ガンガン進めたいでしょ。マルチにいるとできないよ。もう一人ぐらい入ろうよ。じゃあ行っちゃうか。5、4、3。マツコさんはいいの。1、行きますね。行くからね、本当にね。誰か来いや。悲しみ。しまって。行った、なんだ。オッケー、よし、行くよ。はあ、もっとか。あ、順番変えるの忘れてたね、それは。全く変えてない。これ、紋章でさ、なんだっけ、この、これなんて言うんだっけ。トゲ床大丈夫状態にしてもらえばさ、激強なことになると思うんだけど、違うかな。クラバ、お、止まれ、クラバ。意外に進むな。バカ野郎、バカ野郎、ごめん。ごめん、マジでごめん。マジでごめんなさい。やらかしました。はい、やらかしました。どうもすいませんでした。本当にマジでごめんなさい。くそー、マジかー、やらかしたなー。頑張れ。よし、仕事した。仕事したぞー。なんていうの、スッと入っていく方がいいのかな。こんな感じ、いいんじゃない、いいんじゃない。あ、ちょっと待って、おい、今女の子に触るのセクハラじゃないか。おー、ナイス、うまし。なんか余計な敵が出る前にやっぱ倒さなきゃダメか。あ、ちょっと位置が悪いね、位置が。あ、違う、俺がやる。あ、カーペ、一匹残っちゃった、ごめん。
ティフィールドを貫通された。よし、だいぶ入れたんじゃないか。カッチンが戻ってしまった。おーおーおー、すげえ入るじゃん。もう一回。あー、くそ、すまん、ダメージ食らう。ピーン。お、砂時計が出た。よし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 、起きた、ようやくか。よし、第一の関門ザコ処理はやったぜ。よしよしよし、痛すぎる。おい、マジ、ほんとそのマジで入れ番はもうほんとに申し訳ない。そう、入れ番したよ。ダメージ量に触れるために強くなるのは強いな。そこ移動すんの、位置がマジでやらしい。よし、これマルチクリア夢だな。本当なら4人でワンサカ攻め潰したいんだけど、上の雑魚処理は俺がいる、助かる。危ない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 。お、これはやばいんじゃないか。あらー、あり、今のちょっと強くない。そういうフラグやめて、マジで怖いから。あ、撃つ。いや、一個じゃそんなもんだよね。これ下手したら横勘で終わっちゃうよね。待って強い待って強い。まあ終わったこれいけるぞ、マルチでもいけるぞ。ナイスだ。あと2人欲しいんだけどさ。これはうまい。んー、どうやろよかったんでは。
極秘難かったらちょっと、あ、はい、合成設定かけの忘れてた。どこいしょ、これマルチには向かないかな。よし、これじゃ行こうか。おりゃ、エヴァのコラボのステージとか気使う。寝るのだ。マジかよ。寝るの？おやすみ。おやすみ。おやすみ。うらろらろらろばしさん。おやすみ。はぁ。おやすも。おやすも、寝ろ。寝るのか。おやすみ。よし行こう。次こそは成敗してみせる。ほらほら、横になるんかい。ナイス、左目押さえ。いいんじゃないですか。いいんじゃないですか。カッチン復活早ない。よいしょ、ナイス。ストップ、危ねえ。ごめん。いや、でもこれはいける。カッチンめがけて打てばいけるのか。オッケー、頼むぞ。オッケーオッケー。回復 M に頼って。よーし、ナイスー。ナイスだ。ありがとう。第2ステージが落ち着け、第3ステージが落ち着いていかなきゃいけないね。ここも俺さっきやらかしたからな。次はもうちょっとやらかさないように堅実に。堅実。またやるとこだった。またやるとこだった。あぶねえ。やつにレーザーバリアがついてなかったら即死だった。よし、ナイス、うまい。来た、ナイス、ナイスです。ここで大丈夫ですね。おい、塞ぐな俺の行く手を。オッケーオッケー、当たれよ。オッケー。ああ、やめてやめて、危ない。よしく、ナイス。
セクハラされる。あ、セクハラ、モーセがされる、モーセが。やべえ、お触り禁止だっつんだよ。ここだよ、お触りパラダイスはよ。ナイス、プロお触り。この位置から出たくねー。ごめん、ついにはもうどうしようもなかった。やべ、ビーム強っ。ちょ待って、これビーム強いぞ。あー、ナイスナイス。うわー、ナイスだ。さて、またもやコトさんが九死によ。マジ辛いよな、コトさん。マジ辛いよなこれな。ごめんな、さっきからまったげて、まったげて、マツコさん、まったげて。今ね、辛いショットをね。あー、これは死んだか。うわおし、ナイス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 、スーパーショット、マツコさんの幸運も働く。今のはすごかった、今のはすごかった、ナイスすぎる。いやー、よかった。今 HP いくつだよ、残ったの。もうすげえギリギリだったわ。痛い。あれでおててフィニッシャーがついてたらやばかったね。こいつもセクハラするやないかい。確かに。あ、やばい、セクハラとビームの、セクハラとビームのダブルダッチだ。ナイスー。いいんじゃないですか、これ掴んだんじゃないかな。俺もだいぶ掴んだんじゃないかな。発進、お前が発進してくるな。さあ、ダブ勝ち。ナイス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 アンドナイス。よしよし。ん？すごい食らわせられたんだけど。やべ。また発動しちゃったよ。ういういうい、オッケー。おお、びっくりした、こっち来んのかい。次俺 SS で決めるか。
お、いやもうやる気でいいと思う、やる気でいいと思う、いいね。でこれでパー火力アップ、オッケー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 、で火力上がってっから、オッケーオッケーオッケー、AT フィールドもついている。お、すごい、なるほどね、ええやん、で上のカッチンをやって、でうわ上のカッチン触りに行ける？大丈夫？これ上から行くしかないよね。上のカッチン触り行ける？大丈夫？上のカッチンきついよね。大丈夫かな？いけが初見です。青スイッチ勢の OP OP ちゃん。初見ありがとうございます。どうぞゆっくりしてってください。とりあえず、初回は勝ちました。ちょっとマルチ中です。カッチンがやれるかだね。大丈夫じゃないか、大丈夫じゃないか。さっきの奇跡を起こすさっきからコトさんずっと難しいショットを強いられてるよね。毒ナイス。マジで痛すぎる。おっしゃ、ナイスクリティカル。こうやって参加できます？あ、できますよ。どうぞどうぞ。ちょっと待ってください。もうちょっとで終わると思う。うわ、また殴りに行く。そうやってさ、みんな AT フィールドしてたんか。そうか、なるほどね。レイがいなかったら絶対死んでるぞ。わかるわかるわかる。さっきからね、そう、レイがいなかったら死んでるんだって。レイいなかったら積んでっから。勝ったのやめて、本当に。あ、触れなかった。あ、でもまあまあ入るじゃん。やべえ、これは無理。攻めで倒してほしかったな。お、お疲れ。いや、ここまでだいぶいったな。驚きを隠せず。
ちょっと俺も下手だけど、今のはあれでしょう、わざとでしょう。ねえ。お、OP くんいらっしゃい。 OP くんでいいの？ OP ちゃん、ちゃんじゃないの？くんでいいのかな。なんだろう、モーセ流行ってる、もしかしてこのステージどっちかって言ったらこっちの方がいいんじゃないかな。光闇属性あれだから。コトさんがショックを受けてる。コトさん猛瀬嫌いになったわ使える場所では使えるんだって。 ありがとう、ピークンちゃん。おピークンちゃんそうだね、こっちの方がね、キラー乗るからね。もう HP が足りてないじゃねえか、どうしたまあ、HP は大丈夫だけど、ちょっと一回一人で行く。あ、一人で行く？ OK。 じゃあちょっとこれで行こうか。トゥトゥトゥン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 、よろしくね。逃げちゃダメだ。お、今度持ってやろう。まあその動きやめろお前怖いだろ。よし、ゴンさん底力は強いぞこれ。それは間違いないと思う。底力 M か、2倍。おー、ナイスナイスナイス、センキューセンキューセンキュー。うおー、うまい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 、うまし。やべ、一撃で。ごめんなさーい。ナイスナイスナイス、回復しつつも。最悪。いてー、これやばいんじゃない？ビーム来るよね。あー、よかった。これもうどうしようもないな。ちょっとなんとか抜けてくれ。あー、ナイスーナイスです。あぶねー、ちょっと待って、俺のミスショットが目立つ。
おお。ああやめてやめて。ほら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 。惜しいね。オーケー、よし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 、おお、うまっ。うまっていうか、まあ今の運なのかな。あのカッチンはちょっとお願いしていい？ちょっと行ってくるわ。ありがとう、ごめんね。Thank you。また来たよ、また来たよ。今度は俺やる。ああ届け、よし。OK、これでガッツリ入ってきてくれや。ナイス。あ、いい位置に動かしてくれた。あ、これビームと両方痛い痛い。オッとな。これ底力と終わった、早っこれ底力とか全部乗ってる状態で打ってみたいな、ゴンさん。位置関係が悪いんじゃん。お、ナイス。どういう動き？逃げちゃダメだ。届け。届かねえ。くぅ。いっ。強っ。あら。1.5 倍、2倍、剣の倍率はいくつか知らんけど。あ、止まっちゃった。なんだなんだなんだ。なんで止まった？あら抜けちゃった。抜けちゃったか。じゃあ君のガブリエルは俺が使うよ。ごめんな、借りるぜ。ルシ強い、マジ。だいぶ入るじゃん。ちょっと。これやべえな。回復回復回復。じゃあこれで殴って。ちょっと触れ。戻んな戻んな。オッケー止まって。危ねえな。よしよしよし。これでまずは、
俺らのものを片付けるだろ。ヘイヘイバカ野郎まあまあまあいいでしょ、まあいいでしょ、まあいいでしょ。おー、リーさんこんばんは。グフ。すごい入るな。これ踏んでるよな。踏んでる踏んでる。よしよし。あ、OK。なるほど、勝てたよ。あー、OP さん抜けちゃったの。小球魚簡単でしたね。あのね、なんとかいったよ。なんとかいった。初回できたよ、ちゃんと。今回は。わーい。OP くんが抜けてしまった。なんと悲しい。で変なとこで SS 使ったから怒って出ちゃったのかな。戻りました。モンスチョコおかえり。お、ショボーン誰？次入ります。お、マツコの胸毛さん。お、来たね。はい、入れる人入ってください。コトさんも入れるなら入って。もしかしてもう個室行っちゃったかな。今やってるの終わったら入りたいと思います。そっか、了解しました。これ今入ってくれてるの誰かな。抜けた。え、嘘、充電切れたの？なんてことだ。無事勝っちゃったよ。仮パクみたいになってごめんね。逆に最後はね、充電し直してな、参加しますね。はーい、待ってます。最後ね、OP ちゃんさんのね、ガブでね、とどめを刺したよ。ちゃんとちゃんとね、そいつがね、縦勘でね、とどめを刺してくれたよ。ショボンさん、ちょっと待ってね。ショボンさん誰だこれ。ショボンさんはどうなったでしょうか。はい、マツコさんも入ったまま待ってて。もう一人ね、来てほしいからさ。ゴンが強い。ゴン強いよね。ゴン強かったよ。いや、ほんと、さ、OP ちゃんさんがね、ゴンの SS 俺が変なとこで使ったから怒ってんのかと思ってびっくりしたよ。あ、おこなのかなと思って。あ、怒らしちゃったな。ゴンさんの SS の爆発の衝撃でスマホぶっ壊れたかと思って、ちょっとね、恐怖を感じたわ。うん、とりあえず1回行く？もうちょっと行けそう？今ラックどれくらいですか？今ね、20いくつだったと思う？ 27 ぐらいかな？ 26、27 ぐらい。
だからね、いち早く稼ぐためにね、みんなってやりたいんだよね。そしたら多分その分入るよね。その分入るからね。そうだからね、ちょっとね、できればね、もう一人ぐらい入ってほしいんだ。ちょっとしたらマイクが汚れてきちゃった。とりあえずこれで一旦行くか。なんかつけてくればよかったな、俺も。ボンさんに紋章でもつけてくればよかったか。スイッチの方で配信見てみましょう。あ、そうなんだ。スイッチの方で見てたんだ。よかった。だからスイッチ勢か。なるほどね。じゃちょっと一回出陣するか。次入りますって言ってるし、じゃあまだ行きますよ。まず出陣。はい、行きましょう。今行ったよ。よしよし。おお。じゃあこれ上入っちゃって決めちゃっていいっすよ。回復しながら貫通か。そうだった。お、なんで今ゲージ切った。ゲージ切っちゃダメだよ、せっかくダメージオールついてんだから。ゲージはしっかり決めてこう。ダメージオールついてるから。おめえわざとやってんな。ああダメだよ、せっかくダメージオールついてんだから。ねえ、とりあえず今24だわ。ラック、なんだからさ。じゃないと一緒に入る人に迷惑かかるからさ、俺はいいけど、一緒に入る人に迷惑かかるから、適正で来るなら適正で来るでいいし、このキャラでどうしても行きたいって言うんだったら、ちょっとそれなりの動きをしよう。ね。困る。周りがかわいそうだから。俺のスタミナはどんだけ消費されてもいいし、電池がなくなっても構わないけども、そういう問題じゃないからさ、ちょっとそれはお願いするわ。他にも見てくださってる方いるかもしれないんですけども、
もうゲージ外しちゃう、あります。めちゃめちゃ早いゲージ操作大変なの分かります。ただ決める感じで行こうよ。あと死にに行く意味は分かんない。あのウッズの失敗したならしょうがないけど、ガチ立て感とかわざわざダメージのどんだけダメージ出せるかとかチャレンジしてるわけじゃないので、あの火ダメ選手権をやってるわけじゃないのでね、やるならちゃんとやろう。ちゃんとしたショットをしようよ。頑張っても角度ずれて入んない時もあるけど、それとこれとは違うからさ、周りに迷惑かけるのやめようね。ゲームだってマナーがいるよ。まあじゃあそれはそれとしてやりましょう。おい、じゃあ今度はよろしく。あといるかな。さっき入って死んじゃった人とか、ショボーンの顔の人とか行く？ OP さんはどうする？見てる？まだ充電しとく？んであれば参ろうかな。じゃあ行くよ、今度こそ。よいしょ。まあ今度は綾乃見るから回復役はバッチリだ。いい感じに底力 M を発動させながらってのはありっちゃありなんだよな。よし、 Thank you。チンが蘇生されるとな、動きづらいな、貫通だもんね。カッチンは次の、あいつに任せて OK。 あ、任せなくても OK か。 OK。 一匹残しちゃったよ、ごめん。倒せるか。霊艦隊やばそう。霊艦隊はまずいね。やばいとかじゃないかもしれない。いやー、これマツコさんの貫通の時になるべくカッチンが出ないようにはしたいんだよね。お、またゲージ外してるよ。
頑張って。今のは良きだったな。運曲しても早いな、早いよ。ちょっと待って、今日出た超強曲なんだけど。無理してカッチン狙わなくても俺がやるよ。大丈夫、 Thank you。切れちゃうな。簡単だから、簡単、まあね、ちゃんといけば簡単だもんね。今日はお開きにすっか。一応1時間半ぐらいやったしね。俺も初見クリアしたし。ねえ、なんかありそうだね。なんかあんのかな？組織的じゃないもんね。超究極の裏？裏究極があるかな？ブロックできればね、するんだろうけど。まあモンスターね、そういう機能ないから、やっぱマルチウェルカムだからさ、本当は楽しくやりたいんだけどもね。ちょっとね、頼んますよ。苦手なのは結構僕も苦手ですからいいんですけどもね。じゃあということで、ちょっとね、ごめんなさい。僕の、何でしょう、監督不行き届きでございますと言いますか、まあ、ちょっと皆さん、いた方ね、不快に思ったかもしれないんですけど、僕の言動とかにね、本当申し訳ございませんでした。なんで、というわけで、ちょっと申し訳ないんですが、今日、ちょっとこれで終わりにさせていただきたいなと思います。一応ね、目標である、勝利はできたので、これでね、いやー、やめたいと思います。もうちょっとやろう、言ってくれんのはええんやけどな。でもほら、ことさんが運曲になるの遠のいちゃうから。お疲れ様でした。ちょっと今日はね、これで終わりにしたいと思います。また次に降臨するときにね、また来たとき、やるよ。ただね、時間によってね、できないから、僕こう職業 YouTuber じゃなくて、仕事を普段してるので、ちょっとお仕事がある昼間とかにね、入っちゃうと、その時間帯はできないときもあるんですけども、今こういうね、あれの状態なんでね、昼間休みの時は、枠取って作りたいと思いますので、その時見かけたら、またいらしてください。今日はちょっと、かなり攻略の間20人近く、もう僕のチャンネルでありえないぐらい人数集まってくれて大変嬉しかったです。またどっかで見かけましたら、入ってきていただいてお声掛けいただければなと思います。本日もご視聴、ご参加ありがとうございました。それではまたどこかでお会いいたしましょう。バイバイ。チャンネル登録、通知もしたの？ありがとう。通知がガンガンうるさくなるぐらい有名になるように頑張ります。それではまた、ありがとうございました。バイバイ。